帰ってきたということで、なんかもう疲れた。じゃあちょっと今日喋り疲れてしまって そう、今日は握手会が1、2、3部した後に、その後に写真展の方のイベントをさっきまでやってて、たくさんの人が、握手会もそうですし、写真展の方もたくさんすごい来てくださって、めちゃくちゃ嬉しかったんですけど、ちょっとだいぶ疲労がね、もう家に帰っちゃったから、家に帰ってしまったので、私のスイッチが切れてしまって、完全にもう 仕事のスイッチじゃなくて、完全にもう家の、私も本当に疲れてるとき家では本当喋らないんですよ。本当に疲れてるから言葉を発したくなくて 結構もう一日喋った日とかは家では結構無言なことがすごい多いんですけど、なんかショールームちょっとめっちゃ疲れちゃって、結構もう本当に声を発するのがなーって思って迷ったんですけど、まあ今日はお話し会も、違う、握手会もありましたし、写真展もありましたので、いや、お礼は言わないとなーと思いちょっとやってるんですけど、まあ明日も5時起きということで、今日も5時起きだったんですけど、今日も2時間ちょっとしか、2時間半、3時間弱か。しか寝てなくて、超眠くて、実は なんか全てが右から左で全然聞こえないっていうか 結構もうぼーっとしちゃってて、今日はもう絶対早く寝ようと思って、もうこれ今帰ってきてすぐショールームやってるんで、ご飯食べてお風呂入ってすぐ寝ようと思います。明日もありますので、明日の朝がとってもとっても早くて眠いので、頑張りたいと思います。明日は最後なので、なので、明日はキャップをね、かぶります。私がデザインしたキャップをかぶって参加したいと。なので、持ってる人とかはぜひ明日かぶってくださったらお揃いになるかなって思っています。写真展の方ではね、急遽ね、カタログをね、まあ、販売することになり、カタログ販売で、あざか含め24ページかということで、なんだね、ゲットしていただいて、結構そのお気に入りの写真のと雰囲気も結構やっぱりファンの皆さんによって結構好きな写真とか、
での個性出るなって感じで思いました。ちょっと審査するもらえるんじゃない、分からんけど、明日がね、写真展最後なんですよ。本当は24日で終わりだったんですけど、延長して、延長して、24日までだったんですけど、延長して明日までになったんですよ。で10時から19時17時かまでん、なん明日行ったらカタログまで売ってる、あ、売ってると思うけどな、多分売ってると思う。聞いてみたら多分全然在庫あるから多分全然買えると思うよ。そうで明日なんで、まあ、もしまだ行けてない人とかがいたら明日ぜひ写真展の方は無料なんで写真をいやもうやばい、限界が近づいてる。昨日に引き続きっていう感じで、昨日はね香川でイベントがあって来てくださって、今日は握手会とサイン会で会ってっていう感じでですね、なんかいっぱい会ってるし結構ハードスケジュールだと思うんですけど、私も昨日じゃない、おとついもね早朝に行って深夜帰ってきて、公演の日も朝からレッスンして夜遅く帰ってきて、今日も5時に起きて2つして明日も5時起きて終わった。あとちょっと自分のね、なんか本当にちょっと忙しすぎて自分の壮行会に対して何にもできてなくて結構やばくて、で自分の壮行会に対してもやばいけど全然やばい、なんか全然やばいね、え待ってちょっと待ってやばいね、ちょっと全然なんかレッスン、なんか自分の壮行会はレッスンとか特にないんですけど、でレッスンとかしたやつとかさ、したはいいけどさ全然覚えてないね、あ全然記憶にない。波動もあるよ明日、それこそさ27波動もあるけど波動の前にレッスンもあるんですよ実は。そうなんです、実はレッスンを朝して波動なんですよ。ちょっともうね死ぬかもしれん、そろそろ本当に
いや、5月の私のスケジュールマジでなんか本当にやばい、えげつない、おかしいもん。もうなんかこんな逆に体調崩さずに元気に仕事やってんの逆にすごいなーって、自分でもちょっと自分のことを褒めてあげたいぐらいマジで体調崩さずに頑張ってる。結構周りさ体調崩したりとかさしてるけどさ、このスケジュールで崩さずに生きてる私は本当にやばいかもしれん。さあ妹にもさ、やばくないみたいな、ねえねえこれでさ今体調崩さずに頑張ってんのすごいよねって、いやうん普通にやばいと思うって言って、いやマジそうだわと思って、とりあえず6月になった瞬間急に終わったってなって、なんか体がなんて言うんだろうね、あの急にあのバタン急にならないことだけをほんとちょっと心配してて、自分もなんかでも最近ほんとに忙しすぎて集中力が持たなくて、自分の中でなんかやってるけど全部その場しのぎ、なんかレッスンもやったけど記憶にないし、なんならなんか一日の記憶ところどころないもん。ショールームとか朝やっててもさ夜になってさ、あれ今日ショールームしたっけなみたいな、あれやったっけやってないっけってなって、あれどうだっけなってなって、え待って待ってみたいな、ってなるよくとか、全部なんか耳遠いなんか全部が右から左すぎて、さっきもさスーパー帰りに寄ったんだけどさ、なんかさスーパーの袋いりますかって言ったんだけど、はいって言ったの、買い物袋持ってんのに、でさあすみません大丈夫ですってなった、聞こえてなかったうちやばい、いらないですよねって言われたのかと思って、はいって言ったらまさかいるかっていう方だった、そっちかいってなって、そうでももう5月終わったら暇だから、暇っていうかもうだいぶ本当に休み、仕事してる方が少なくなるから、とりあえず5月を頑張って乗り切って6月休もうと思って、とりあえず5月は頑張るよ。ただちょっとなんか本当に自分の壮行会もそうだけどさ、あの準備がマジで追いついてない、ちょっと日々生きるのにいっぱいいっぱいすぎて、壮行会何言おうかなとか、壮行会で自分でやるやつとか全然振り起こしできて、振り起こしするほどのものもないんだけど、振り起こしもできてないし、ちょっと歌詞もちょっと全然まだ追いついてない。なんか道中とかで歌詞が音楽ね、自分が壮行会でやるやつ聞いて覚えようとしてるんだけどさ、もうぼーっとしてるから右から左すぎて、気づいたらさ音楽終わってんだよねそうあれみたいな、そうなることが多すぎて、結構あれみたいな、もう一回聞くかってなるんだけど、途中でまた記憶がないんだよね。本当に笑える、うん、とりあえずご飯食べて風呂入って寝るわ今日は。明日も早いからとりあえず寝ないと、本当に体に毒だなって思うね。みんなと明日元気にお話しするために今日は早く寝ます。本当にやばい、生命の危機を感じるよね。
ランキング読んじゃいます。13位近石さん、12位朝日さん、11位ナッティさん、10位まぼろしさん、9位ヤングさん。今日は楽しかっただって、明日もよろしくありがとう。8位にきょうさん、握手会写真ってありがとう、また明日だった、また明日。7位サムスさん、今日で会えるの最後だったけどありがとう、ラブだって、ラブ。6位岡山さん、最下位ありがとう、殴られたらどこが痛いよな。いやいや、自分で殴ってくれ言うたんやんけい。殴ってからっていうか、ピコピコハンマーしてくれって自分で言ったやん。こういう地道な話です。寿司館でトラベルのイベントすごく楽しかった。ありがとう。4位、光福祉さん、ギターのパーツ2、3位、ありがとう、宝物です。だって、ありがとう、こちらこそ。3位、秀樹さん、今日もありがとう、仕事頑張る、大好きだって。お使いね、書きましたよ、ちゃんと。お使い頼んでた、ファンの人のやつ書きましたよ。で、2位、わたあめさん、握手会今日で最後だった、サンクスだって、サンクスありがとう。1位がザックさんで、今日も一日ねちゃんでありがとうだって、こちらこそありがとうございます。明日のね、最後のなんだっけ、最後の握手会ということで皆さんお待ちしておりますし、自分は帽子かぶっていきますので、今日がポニーテール見納めだったなっていうふうに思います。明日は帽子かぶってるんでおろしです。泣いたらごめんねだって。そう、公開に撮っといてその涙。じゃあそんなわけで、今日も見ていただいてありがとうございました。ちょっともう疲れすぎちゃってて、なんかグダグダっていうか、もう何言ってんのかよくわかんない配信になっちゃって、本当申し訳ないなと思うんですけど、もうちゃんと、もう本当申し訳ない。結構もう限界が近づいてきていて。ありがとうございました。また明日お会いしましょう。バイバイ。